忘れちゃった何今の俺かと怖い自分。ありがとう、こんばんは山ちゃんと仲良しやな。あ、そう、今日はキャンキャンの撮影をしてまいりました。山ちゃんと会えたよ今日は。みんなありがとう、インスタ解説おめでとう、ありがとう。解説にして2秒でフォローした、本当はい、やありがとう、めちゃくちゃ嬉しいんだけども。虎のケーキ、そうです、あのストーリーって言うんですかね、ストーリーズって言うんですかね、ストーリーって言うんですかね、ストーリーって言うのかな、ストーリーズって言うのかなちょっと初心者ですみませんが、キャンキャンのスタッフさんにいただいたケーキを載せております。あと山ちゃんとの動画、なんか山ちゃんとの動画さ、なんか撮影終わりで結構髪の毛がオイリーで坊主みたいな感じになってるんだけど、よかったら見てくださいね。ストーリーズ、そうなんだ、ありがとう教えてくれて。日向第一号だね、そう、日向坂では初めてのストーリーズじゃなくてインスタグラムの解説になります。これからインスタグラムではね、またなんか違ったカトシの日常というか、まあカトシを、また違ったカトシをこうお店お届けできたらなと思います。なんか私服とかカトシ服とかキャンキャンで企画をさせていただくことがあるんだけど、私服とか乗せていけたらなって思います。こんばんは、最高最高最高、ありがとうね、見てこの背景超素敵じゃない、めちゃくちゃ嬉しいんだけど。スタッフさんがハッピーバースデーっていうこんな素敵な背景を作ってくださいました。なんか昨日の夜から今日まで嬉しいことがありすぎて、なんかもう怖いなんかね、聞いて、こう最近ね、あ、見て、今日これ持ってきた、祝いちょっとさ、呪術廻戦知らない方だったらちょっとなんか失礼な人みたいな、あ、見て、てってるー、ケーキも買っていただきました、スタッフさんが用意していただいてくださって、めっちゃ可愛い、誕生日って感じ、ありがとうございます、可愛いイチゴ、ちょうだい、うん、なんかさ、この場にあるものを届けられる能力とかあったらいいけどね。あ、ポカ、ちょっとなんか画面見えなくなっちゃった、やばいやばいやばい、水玉模様がなんか目みたい、かわいい、ポカ見せて、はーい、ちょっとピカチュウみたいな感じで肩に乗せようかな。クミ店から親来た、あ、聞いて、あのね、クミさんからね、一番最初におめでとう連絡来たよ、ありがとうクミさん確かにポカ五条先生って言ってる人、五条先生片目出して呪術廻戦してる方いた。もうね、昨日の夜からレコメンのスタッフさんとのりさんからすごいたくさんお祝いしていただけて、もう本当に、え、しかもね、のりさんがね、確か約束してないと思うんだけど、ハンターハンターの漫画を全巻なのかな、全巻だと思う、貸してくださったの。この間は呪術廻戦の漫画全巻貸してくださったんだけど、よかったね、そう
レコメン10回聞きましたタイムフリーありがとうございます。嬉しい、のりさん優しい。そう、のりさん優しいの本当に妬ましい、妬ましい。上限の6いるな、コメント欄に。ウインクしていいよ。あ、ウインクで思い出した、あのさ、あのソニーソンポの CM のまたちょっと違うバージョンの CM がソニーソンポさんの公式 YouTube でアップされてるので、よかったらぜひ見てください。おかか鮭、まつげバチバチ最高。本当だ。えね、聞いて最近ね、あのなんかこの間の前回のショールームでまつげパーマの話したんだけど、ライブツアーの時はまつげパーマしてるって言ってたんだけど、あ、そういえばまつげパーマなんか最近バラバラしてたからちょっとしようかなと思って、この間しに行ったらバチコーン、もうすごいなんかね、勝手に上がっていっちゃうの、制御しないと。そのぐらい上がっちゃう眉毛に届いちゃいそう。だからこう逆に下げてこうやってマスカラ塗ってる今髪暗くした、あ、暗くしたのかな、暗くした、あ、暗くしたかも。眉毛が反抗期じゃん、どういうことん、今日のとしちゃん天使すぎ、ありがとう。なんかさ、天使って呼んでもらえるのさ恥ずかしいけど、でもめちゃくちゃ嬉しい。あ、消えた事件です。ハッピービーラスデイ落しちゃいました。でもここに立てばなんとか、まあきっとあ、こうふーって上がってきてくっつくでしょう愛が消えた、待って、愛が消えたって漢字で書かないでよローマ字だから落ちたやつ愛が落ちたとか言うな、トゥースすれば、確かにトゥース、リバースに戻ったトゥースで。春日さんありがとうございます。クマやって、クマってソニーソンポ、クマ恥ずかしい。進撃の巨人、あー待って、今下に行ってしまったけど、こうやってスクロールしたら戻れるのか、あーよ、まあ、よ、進撃の巨人までは読めたけど、その奥が読めなかった、奥っていうかその続き。土佐兄弟の拓也さんから、そうなんです、昨日レコメンの文化放送にいた時に拓也さんがいらっしゃって、誕生日プレゼントいただきました、ありがとうございます。拓也さん本当に前回の日なくりも来てくださって、私見えたんですよ本当に。なんかめっちゃ手振ったら、あのその拓也さんもすごい手振ってるの見えましたあ、コメントこうやらないと進まないのかもしれない、こうやって、あ、できたできた、カタンポーズして、カタンなんか急に丸々してっていうのが大量発生してる、大人っぽさが増してますね。あ、本当にありがとう、嬉しい、大人っぽくなった、あら本当よかったよ。福岡タワー、福岡タワー、福岡タワーっていっぱい来てる。天使しか勝たん。夜ご飯何食べましたか。何食べたっけな、キャンキャンの撮影でいただいた虎のケーキを食べました。
お洋服教えて。お洋服はマウジーのワンピースです。この肩がパフになってて可愛い。パフ？レコメンドお寿司食べた。ああレコメンド、あそこでは食べてないんですけど、お家でしっかりいただきました。ディレクターの新田さんからお寿司いただいてなんか帰り危うくのりさんに奪われそうになりました。お寿司だけちゃんと死守して持って帰りました。激推しになっていいですか？え、お願いします。ぜひよろしくお願いいたします。メンバーみんなと会えた。メンバーみんなと会えたっけなんかもうどうしよう。でも今日山ちゃんと会ったよ。山下美月さんと会った。それはしっかり覚えてる。うん、それはしっかり覚えてる。メンバーみんなに会えた。あ、でも1期生には会ったな最近。カスケ出てほしかった。あー、そうなんです。あの最近、あっ危ない、 H が、 H が危ないぞ。どうかそこで、あーどんどん減っていく文字が。ハッピービーラッキーデイ面白い。何の話してたっけ。IH さよならってみんなすごい反応するえ、なんだっけ。あ、そうそう、カスケの話してたんじゃん。カスケの話すると、あの時期加藤 HP を食べる期間をいただいてまして、で消毒しよう、ごめんちょっと噛んだ。あのちょうどその時期の収録だったため、カスケはいません。でもさ、トシちゃんさ、走り高跳びじゃなくて走り幅跳び、ちょっと前ケアビンゴで欅坂46さんとさせていただいた時結構跳べたのよ。あの時だから、まあ何年前の話って感じだけど、でもまた跳べる気がする。結構カスケ結構やりたい。カスケっていうかさ、もうちょっと暖かくなったらさ、体育館だったじゃんカスケ。だからなんか晴れた日にちょっと暖かいいい感じの天気の時にオードリーさんと運動会したい綱引きやりたい。綱引き失神したね。よく覚えてるね。あなたひらがなケーキから応援してくださってますね。ありがとうございます。体育ん、春日さんに 30m 勝てるかな。うわー、どうだろう。え、春日さんって何秒だったっけ。 50m 走じゃなくて 30m 走。いやでも春日さんめちゃめちゃ強いよね。そう、気失いましたってよくちょっとコメント欄にいっぱいあって、わかんない人もいると思うんですけど、あのひらがなけやきっていう改名前に欅坂46さんとこう真ん中にこう、まあ、ポカがボールだとして、こうひらがなけやきのチームと欅坂46さんのチームでこうボーンってお互いに行って、でお互いの相手の陣地にボールを入れたら勝ちみたいな競技をやった時に、私はバカなのでこうなんかあのでっかいボールにバーンって体当たりしてみたらババーンってなって地面に後頭部ババーンって打って一瞬チーンってなったそういうエピソードがあって、あのその失神っていうコメントがあったんですねもうあれ結構びっくりしたよね。え、でもね、聞いて、あのね、あれさ、あ、後々さ映像を見たらさ、別にこうさ、ぶつ、こうさ、なんていうの、こうやってババーンってさ、ここをぶつけて、ここはそんな痛くなかったのよ。でも私が痛かったのはここで、
で後々映像見たら真央ちゃんがトシちゃんのここめっちゃ蹴っててサッカーボールみたいに、それが結構あの痛かった。だから真央になんかサッカーボールみたいに蹴られてた、よく見てたら。今なんか録画したりして残っている方がいたらぜひチェックしてみてください。真央になんかサッカーみたいな感じで頭蹴られててめちゃくちゃ面白いです。あれがねめちゃめちゃ痛かった。そう、真央なのよ。真央結婚おめでとう。本当だよね。真央おめでとう。絶対見てないよね。でも真央おめでとう、会いたいよ。見返そう。おお、クミテンの誕生日どうだった？あ、クミテンの誕生日、あの個人的に連絡もしましたし、お祝いさせていただきました。はい。真犯人バウチャーか。そう、今何年後、4年後ぐらいに解き明かされた。そう、あのなんかその失神した真犯人バウちゃんだった。バウちゃんって呼んでる人がいるのがもう感動なんだけど、かなりひらがなケーキから応援してくださってる方っていう証拠だよね。で待って、なんかさ、こんな喋ってて楽しいんだけど、20分しか経ってないのに買った。もう終わっちゃうって思ったけど20分だってよかった。それのぬいぐるみの名前はまずビギナーって書いてあるからしょうがない。ビギナーって書いてある。こちら日向坂46の公式キャラクターポカでございます。今日は帽子かぶっていますけど、本当はこういう感じで鳥ですね。はい、青いこう、あ、幸せを、あ、見て、勝手に手を挙げてる。怖い、意思を持ち始めた。なんか意思を持ち始めました。若林さん。しほちゃんは被らないの？あ、あるよあるよ。ほい。でもこれちょっとバランスを崩すと落ちてしまうので。ポカ、そうだ、生きてるからね。まだ手あげてるよ。でもこないだのショールーム配信の時よりなんか笑いやすくなった気がする。なんか笑うの怖くなくなってきた。え、待って、なんか今のさ話だけ聞いてるとさ、すごい落ち込んでる人みたいな感じだけど、そうじゃなくてね、あの親知らずを12月のと1月にかけて4本抜いて、そっからなんかこう吐く気がバーンってならないか怖くて、笑うの怖かったんだけど、なんか怖くなくなったよ、ついに笑うの。ね、待って、お知らせしたいこといっぱいあるんだけどね。まあ、とにかく日向坂46のゲームアプリのゲームアプリでですね、なんと私の誕生日ということで生誕祭企画などやってくださってるので、ぜひチェックをお願いいたします。皆さんゲームやってくださってますかね。やってくれてる？ユニエアガチガチや、なんでなんかどんどん日本語カタカタカタになっていくんだけど。でも最近メンバーというか、まあ影とかマナフィーとかミーパンとかとなんか英語で喋るのハマってる。楽しい、めちゃくちゃ。おいえって感じで。 I'm Shiho, nice to meet you. I like color blue. I'm cerium color blue. どう？最近急に英語で会話っていうのにハマってる。でもね、影がねめっちゃ褒めてくれた。なんかね、トシちゃんの英語初めて聞いた。英語めにょめにょ。待って、今小坂になって出てきた。小坂さんですか？小坂さん見てる？でも今日山ちゃんがちょっと見ようかなって言ってくれてた。絶対見てないな、あの人。
古写？あ、待って、古写もうちょっとすぐ読み取る能力欲しいな。小魚見てないと思う。でもさっき連絡してた、お誕生日おめでとうございますって LINE して、 LINE 連絡来て、連絡してくれて、もうほんと愛おしい妹のような、妹のような妹です。妹にしやった、勝手に妹じゃないけど大好きな、大好きです。そうか、よかったよそうか、よかったよってしみじみしてる方おったコメント欄に山下は見てない絶対見てないよ山ちゃん。これで見てくれてたらほんと泣く、嬉しくて泣かないけどね。いつの間に血がつながったんです。もう妹にしたいぐらい大好きです、愛してますって4つしたよね今、くっさ妹にしたぐらい大好きですってことですね。見て、ポカシワ1本できてる。私といるとね、すぐ眉間にシワ寄るのポカね。ポカのブログ読んでる人いる？絶対ポカさ嫌いだよね、トシちゃんのこと。どうなの？そこのとこ。でもアイアンマンやって、アイアンマンやって、あ、でも最近アイアンマンの絵がなんて言うんだろう、 1?1 でいいの？最初のアイアンマンをね久々に見たよ。やっぱかっこいいよね、アイアンマン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 みたいな。最後なんかさ字幕で見たんだけど、アイアンマンみたいな、なんかすごい滑らかすぎて。字幕でさ映画見ると勉強ならん、なるよね。アイオッケー、アイアンモーニオン待って懐かしい、それひよたんがつぼのさ、アイアンマオニオン、ツインテールの日、そう、私ツインテールの日に生まれたのあざとかわいい。なんかね、ショールーム誕生日でやるっていうことでメッセージで、何かやってほしいことありますかって聞いたんだけど、でレターで見てみると、なんか歌ってほしいみたいな、歌ってほしいっていうのがちょっと多かった。でもちょっと恥ずかしい恥ずかしいけど24歳だからっていうか、どうなんですかね、まあ私がどうなんですかね、なんか歌うの恥ずかしいんですけど歌うまいよ、ありがとう、おめでとうす。でもなんかちょっと待って、やっぱ恥ずかしい自分で言い始めといて恥ずかしいってすごいさ、ちょっとうざいよね、ごめんあっ待って、ハイゴレイいるこんな落ちます、ちょっとなんて言うんだろう、リカちゃんみたいな、呪術廻戦でいうリカちゃんみたいな感じで、きっとここにいるんだ私の特急、なんて言うんだっけ、はモヤモヤする、なんて言うんだっけ、特急呪物じゃなくて特急お分かりいただけただろうか心霊映像にしないで多分リアルな話で言うと、こちらに空調じゃなくてクーラーがありまして、その風おうちポカが落ちました、ごめん、その風圧っていうんですかね、風で落ちたんだとは思われるんですが特急呪霊だ、ありがとう、モヤモヤ解消できた、特急呪霊で、なんて言おうかな、戻れ戻んなかった私呪言師にはなれないかも、まだちょっとあれが必要ですね、ちゃんと書いたんだけどな純愛だよって
トシちゃん戻りますってどういうこと？戻りますってだけコメント来た。あ、戻れって待って、字が戻れって言ったからだ。違う、みんなに言ったんじゃない、もうこの文字に言ったの。ハッピーアビー IR BR BRH かな、 BRH ん間違えた、 I I 待ってね、思い出した、 IRH 戻れ。戻るかな、まあそのうち戻るでしょう。戻るといいね。ありがとう、応援してくれて。クミさんと、あー悔しい、ハリーポッターの呪文みたい。ハリーポッターだとこれはどうやって直すんだろう。ウィンガーディアムレビオーサーふーっとだね、きっと。あなたはレディオーサ。クミさんと指輪買った、まだ買ってないのよ。クミさんと指輪買わなきゃ。でね、前々からね約束してたの、結構前からね、お揃いの指輪買おうよって。それででもさ、乙骨先輩とリカもさ、お揃いの指輪買っててさ、すごくない？純愛って感じ。5万人突破したよ。あ、視聴者集ですか？あ、本当だ、ありがとうございます。じゃあ5万人の方に自己紹介しよう。日向坂46の加藤志穂です。今日なんと2月2日で誕生日を迎えました。あと1時間半ぐらいで誕生日が終わってしまうということなんですが、皆さんとこうやってコミュニケーションというか会話できて、誕生日にうれぴー、うれぴーよとしちゃん、こんな夜遅い時間に配信をさせていただけて本当に感謝します。これは待って、はって言ってる自分の顔の方が怖かった、文字が落ちることより。あ、星ですね。あ、ね、みんな知ってる？加藤志穂ちゃん、志穂の反対は星だから星が好きなの。ちょっと前髪が、すいません、前髪を直します。よし、イエーイ。山ちゃんと何か話した？あ、山ちゃん話したよ、めちゃくちゃ。ね、山ちゃんとは山ちゃんが誕生日プレゼントくれた。なんかめちゃくちゃ帰りにさりげなくくれて、あ、かっこいい、かっこいい女って思った。ありがとう山ちゃん。前髪分けるの好き。やっぱそうだよね、昔から分けてるから、高校生ぐらいの時からもうこの分け目かもしれない。ずっとこの分け目だからやっぱ安心するな。おかか仲良しさんありがとう。やってみたい髪型、まあまあリアルな話したらショートにしたいよ。ショートって言ってもこんぐらいかな、なんかボブとかじゃなくてレイヤー入ってる感じの、なんていうの、まあショートにしたいの。だってさ、ドライヤーすぐ終わるじゃん。まあでもしません。やっぱ私ロングヘアの印象皆さんもあると思うんですけど、こう加藤志穂という名が
なんていうの、ちょっと言い方がわからない、 I'm Shiho 今が一番好き。あ、本当？嬉しい。今はレイヤー入ってます。レイヤー入りロングって感じ。トレードマークよね。そうね、茶髪ロングはトレードマークかもしれない。ひらがなケーキじゃなくてなんだっけ、日向坂に茶髪ロングっているっけ。他に1期生は2期生、あ、ひよたん、ひよたんも茶髪ロングだ。でもレイヤー入ってないからちょっと違う。ツインテールしていいよ。ツインテールの日だから特別です。最近さ、ツインテールもちょっと恥ずかしくなってきちゃったよ。心も大人になってきたのかな。ツインテールに見える？大丈夫かな。うん、なんかちょっとなんかあんま似合わないねやめましょうI am 24 years old. 24歳の目標？え、昨日レコメンで言ったよね。まあ、レコメンでなんて言ったっけ？24歳の目標は、楽しむ、頑張る、女性、美しくなる。目標いっぱいあるよ。いっぱいありすぎて。あ、待って、5万人見てくださってる皆さんにお知らせというか、また言うね。本日ちょっと引き継ぎさせて結構さっきからさ、ピーナッツがさ落ちてくんだけど、このピーナッツなんだろう。なんかありがとうだけど、ピーナッツが落ちてくる本日からカトシオフィシャルインスタグラム、あ、ピーナッツ落ちてきたちょっと待ってピーナッツに目がいっちゃう、ごめん。みんなにはピーナッツ見えてる？どう節分だからそういうことねもうびっくりしたよ。カトピー、カトピー、カトピーって初めて言われた。カトピーびっくりだよ。ピーナッツに節分だからってことか。あ、すごい、ピーナッツに囲まれちゃいましたハッピーピーナッツみたいなハッピーピーナッツエリアになりました。ハッピーピーナッツ配信です。だいぶカオスな、クマも大量発生して、だいぶカオスな、なんかピーナッツの滝みたいな感じになってますけどもそう、公式インスタグラムを本日解説させていただきました。パチパチパチ、かわいい、見て、手届かない、ぜひフォローよろしくお願いします。インスタグラムでどういうの載せてほしいとか皆さんあるんですかね。でもメッセージとはちゃんと、メッセージではもっとなんて言うんだろう、私はとてもアニメとか漫画とか、まあ、ゲームもちょっとするんですけど、そういう本当にその部分をメッセージとかで出していきつつ、メッセージじゃなくてインスタグラムではまた違った、その洋服とか好きなんですよ。こう見えて、こう見えてって、なんかまあどう見えてるかわからないけど、だからなんかその好きなものとか載せていけたらなと思っております。だから気になってくださったら見てください。メイク動画、メイク動画インスタグラムに載せるのめちゃくちゃ恥ずかしくない？メイク動画もし上げるとしたらちょっとあれかも、メッセージアプリかもしれないすー、お茶漬け、お茶漬け、お茶漬けをみの写真を載せてほしいってこと？獅子のすっぴん好きそう、メッセージアプリではたまにすっぴん、一部すっぴんを載せてしまったり、素の
だいぶ素の私を見れると思うんですけど、まあ、インスタはあのキャンキャンの専属モデルもさせていただいてるので、ちょっとおしゃれというか、そう違うカトシを見せてたらなって思っておりましゅコスプレインスタにコスプレはどう、ちょっと自分もまあ何を載せるか全然まだ分かんないけど、まあ私服とか載せていきたいかなつけてるピアスみたい、あいいよ、金色のプリンってしてるやつ、ゴールドです。結構シルバーのアクセサリーつけることがいいんですか、今日はなんか大人っぽいくゴールドにしてみました。インスタグラムのハッシュタグある、え何どういうこと、ハッシュタグ、ごめんなさい、あまたピーナッツ取ってきた、かなり初心者で今日すごい山ちゃんにも教えてもらったうーん待ってピーナッツばっかりしほ、あちょっと待って流れないで、くーあ春日さん出ちゃった無意識に、あしほトーク的なやつ、なるほどね、ハッシュタグしほトークであのトレンド入りとかいつもしてくださる皆さんありがとうございます、そういえばいつも嬉しいです、ありがとうございます、しほトークはしほトークだから、星が降ってきましたピーナッツとともにし待ってありがとう、待ってなんかすごいさ案をくれてるのにみーみー耳見れない、ちょっと待って追いつかない、シーホーシーシシグラムシーホーグラム、ちょっと声大きい、シホグラム、あシホグラムが多いね、シシグラムはちょっとリアルすぎるでしょ、リアルなやつだからちょっと秘密です、どうする、みんなどうする、一緒に決めよう、シホグラムが多いかも、獅子天使ちょっと関係ないの置くのやめてよ鬼瓦とかやめて、獅子グラムはダメです、獅子はあのみんな普通に言ってるけど、まあ自分も悪いよ、だってでもさ0歳ぐらいの頃からさ自分で言ってたからもうさ出ちゃうのしょうがない、天使グラムもう誰かわかんない、シホスタグラム、えどうする、シホス、シホグラムかシホスタグラム、ハッシュタグ熱い女、なんだそれそんな人いるの、それで自分私のインスタグラムって分からん、獅子の全部が好きだグラム、待ってなんかちょっと大喜利みたいになってるから勝手にさお日様大喜利始めるよね、ほんとすぐにもうん、天使グラム、シホグラムが多いかも、シホスタグラムとさシホグラムだったらどっちがいいのかな、ちょっと本当に初心者すぎて、シホスタグラムかシホグラムどっちがいいのかな、ちょっと今真剣に見てるから画面近いかも、ごめん、シホグラム、シホスタ、シホスタ、シホグラム、シホグラム、シホグラム短い方がいい、了解ですのりさんの花は丸々グラムやばいもう多分ね次届く時には1輪ぐらいだと思うよ、もう何1本とかなきゃまあお花は本当1本1輪でも本当に嬉しいです、シホグラムが人気っぽいのでシホグラムにしましょう、皆さん決まりました、でもさシホグラムってさ投稿するたびにさつけた方がいいのかな、ごめん全部みんなに聞いてヘニオスタグラムありがとうね、みんないっぱいハッシュタグ若様にハマりたいとかじゃあもう変わってきてるのよシホグラムあるアルファベット、うんアルファベットの方が嬉しいかも、シホトークがあれアルファベットだよね、アルファベットって合ってる、ハッシュタグシホ
分かった。じゃあ次の投稿からトシちゃんもつけるね。そしたらさ、みんなさ、それでつぶやいてくれるのかな。そしたらさ、トレンド入りとかするのかな。そしたらすごく嬉しいから頑張る。シホグラムかな。あ、ありがとう。小文字ね、全部了解です。もう全部教えてもらっちゃってありがとうございます。本当に頑張ります。インスタもハッシュタグトレンド入りってもう違うから、もう大喜利終了です。締め切ります。トレンド入れるぞ、ありがとう。嬉しいよ、みんなそうやって本当にたくさん感想をツイートしてくれるとありがとう。終わりません。終わりです。誰ですか今終わりませんって言った人。ね、最近ねロバートさんのね、あの敷居たがり選手権っていう、あのあるいうのそういうと、なんていうの、 YouTube で見てて、知ってる人いる？それがめちゃくちゃ好きなの。今急に思い出した、ちょっと仕切っちゃったから今。ロバートさんの YouTube、うん、めちゃくちゃそう、夜寝る前に見てる。でクミさんと一緒にやったりするの。なんかさ、待って、昨日の夜からさ幸せすぎてさ、顔から幸せ出てないって思わない？自分でそう思うんだけど。幸せそう、帰れで1ポイント入るやつ。はい、ということで、はい、わかりました、帰れ。はい、もうみんなまとめて帰れ。なんか今日テンション高いやつみたいになってる。でもね、今日山ちゃんとめちゃくちゃ爆笑して腹筋割れた。山ちゃんとあのー、山ちゃんってなんていうの、なんかね、山ちゃんね不思議なんだよね。一緒にいてめちゃくちゃ楽しい、不思議な感じ。なんかね、笑っちゃうんだよね。なんか京子で言うあの笑いが止まらない感じ。なんかだからすごく気持ちじゃなくて雰囲気じゃなくて気が合うんだと思う。こんなこと言ってすみません、山下さん、すみません、嫌でしたらごめんなさい。インスタフォローしたよ、ありがとう。え、山ちゃんってよくさ笑うのかな。え、山ちゃんってよく笑うのか。いやでも一緒にいるとほんと楽しいのよ。いやー、山ちゃん歌ってくれないの。え、歌いたいよ、歌いたいんだけど。じゃあこれで歌おうかな。何歌う？よく笑うよあの子。まあそうだよね、山ちゃん笑顔のイメージ強いわ。そういえばでも本当に面白い、一緒にいて。あ、山ちゃんってゲラなんだ、知らなかった。そうなんだ、ありがとう教えてくれて。じゃあ歌わなくていいです。待って、振りやめてよ、本当に良くないわ。なんかもうね、しおね、アシスト言っちゃったし、もう最悪。値をいじるってる人が多いな今日。でもさ、何歌えばいいか分からない。男友達だから、じゃあ男友達だからどこ歌えばいいかな、みんな。じゃあ大丈夫です。急に冷たくなるのやめて、本当に悲しい、嫌いにならないで。あ、待って、ちょっと今理科みたいなこと言っちゃった。嫌いにならないで、嫌いになんてならないよ、愛してるよ理科。全部歌って、それはちょっと私のあの顔が赤くなって多分顔がバーンってなるので、ちょっとそれは無理なので、話すこと最初がいいかな。分かった、待って。
ちょっと人前でさリップロールやるのめっちゃ恥ずかしかった今。せーの、歌うよ。A メロ、わかった。A メロが人気っぽいので A メロを歌いたいと思います。こんなさ、とかやってさ、いきなりちょっとな声カスカスだったらごめん。今日初めて歌うから。せーの。いつだってどこだって君のためなら駆けつける無理嘘なんかちょっとごめんなさい、やっぱり恥ずかしかった。頑張る。言わないよすぐに今夜がて来ただろう真夜中のダメだ、恥ずかしい。やっぱりなんかライブとかだと恥ずかしくないのにこういう一人の時だと恥ずかしい。ごめん、失礼いたしました。今の時間皆さんの記憶からみんな今の時間みんなの記憶から消去。はい、呪言使いました。恥ずかしかった。なんかライブだと恥ずかしくない、なんでこういう場だと恥ずかしいんだろう、どうしても恥ずかしい。うん、じゃあ今日デリートうまいねそうデリートっていう曲あるから、ありがとう。嘆きのデリート、そう嘆きのデリートっていう曲、みんなの記憶からデリートです。今の事件は加藤が歌いますって言ったくせに恥ずかしくてまともに歌えずグダグダで終わった、そこデリートです。稲巻先輩歌え確かに稲巻先輩に歌えって言われたら歌えると思う、さすがに待って、もう1時間経っちゃう、ごめんね、ずっと喋ってたらもうこんなさあ、もうほんとまともに歌えないし本当にごめんなさい。ライブ来てくださいぜひ。ライブではあのなんでだろうね、ちょっと本当に今日頑張って歌う気持ちはあったんだけどやっぱり恥ずかしかった、そこはちょっと成長できてませんでしたね。5年前ぐらいから4年前ぐらいから。誕生日おめでとう、ありがとう。改めてあの22時からという遅い時間からのショールームでしたが約6万人の方が見てくださいました、ありがとうございました。ポカもありがとうございました。あと何分だ、3分、あと3分思いっきりいっぱい喋りましょう。ちょっとほんと無駄な時間だったよね、歌うやつ。ほんとごめん、もうほんとなんなの、自分気持ち悪いとか言っちゃダメメッセージで歌う、そうするわ、それなら恥ずかしくない、メッセージの電話で歌を送る、そうするそうする、明日送る、明日約束する。え、待って、覚えてるかな、覚えてられるよね、大丈夫たいんちょっと待って、今なかった、読め先っちょが読めなくてタイタイって言っちゃった綺麗だったよ、ありがとう、待ってるよ、ありがとう、好きえ、としちゃんもみんなのこと好きえ、今日はポカシワできてないです。あ、一本ありました、ポカのシワ伸ばしして、はい綺麗です。トシちゃんに出会えてよかった、トシちゃんもお日様のみんなに出会えてよかったよ。トシちゃんなんか本当に臭いこと言うけど、皆さんがこうやってメッセージくださって本当にアイドルなれてよかったっていうのと、あーもう生まれてみてよかったっていうのと、なんて言うんだろう、まあちょっと本当に
救われてます皆さんに。最後に臭い話、私はでも強い女になります。今年こそは強くて憧れてもらえるような女になれるように頑張ります。だからけど応援してください。今日はありがとうございました。もう経ったかな、あと1分まだあった、ごめん。ちょっとずっ臭い話して終わらせようと思ったらまだほんのりあった。ありがとう。私持ってないよ、今の話は持ってないよ。本当になんていうの、応援してくださる、なんかトシちゃん見てお仕事頑張れるとか言われると、いやいやこちらこそだよってなるの。誕生日だからこんな臭いこと言いますけど、私シャイガールなんで普段こんなことあんま言えません。これからも応援します、本当にお願いします。加藤これからきっと加藤よおよろしくお願いします。ぜひ、はい、インスタのフォローもよろしくお願いいたします。ということで11時になりました。やばいよ11時って夜だ、みんな寝よう、おやすみ。なんかいっぱいピーナッツありがとうとりあえず眠れ。はい、ありがとうございました。素敵な誕生日になりました。最後にみんな Love me do Love me do Love me do